どうもこんにちは、ゲームデイズの太郎です。ポケモン SV 続きをやっていきましょう。前回はなんとかネルニに勝ったというところでおりましたね。今回は順番に行きましょう。四天王太郎に挑戦しよう。コーストスクエア四天王太郎、ブルーベリーグランク3位。自分が可愛いと思うポケモンばかり捕まえるので自然とフェアリータイプを極めてしまった。天然の努力家、学園のアイドル的存在、一種地方ライモンシティ出身ということで、こちら頑張っていきましょうというところなんですが、今回はね、行く前に進化したい子がいるんじゃないかなと思って、オーロラちゃんを進化させたいなと思います。ロコンの状態でね、たくさん可愛がったので、これかな、氷の石行くぞ。そろそろね。おや、オーロラの様子が、いや、どんな感じになるかな。キューポン、めっちゃ美しい感じになるんじゃない。うわー、すげー。うわー、キューポンに進化した。これでさらに活躍してくれるんじゃないかなと思います。体毛から氷の粒を生み、敵に浴びせかける。怒らせると一瞬で氷漬けにされる狐ポケモン。登録を、技はちょっとまたね、見直そうかなと思います。かわいい、すごい、なんかかっこよさも出てきたって感じがするね。わお、すげえ、神秘的な感じになりました。よし、じゃあタロのとこ行きましょうか。はい、到着しました。コースエリアのテラリウムドーム、四天王チャレンジ頑張っていきましょう。ちょっとタロのこと喋ってる人いないかな。あ、いる。タロ先輩は、タロ先輩はポケモンのこと優しく教えてくれるんだよ。人気か。タロちゃんって毎日3回もポケモンウォッシュしてるのよ。いつもポケモン綺麗なの。すごいね、めっちゃ可愛がってんじゃん。飲んじゃう、食べるし。そういえばさ、太郎の秘密みたいな言ってる人いたよね。あ、これこれこれ、太郎さんの秘密、これ戦うやつかな。ちょ、気になるんだよなこいつ。なんか知ってんのかお前。太郎さんの秘密こっそり教えてあげようか。これは知っといた方がいいんじゃない、戦う前に。勝ったら教えてくれるってやつか。いや、強かったー、サトル。そんなにがっつくなよ。いや、気になるだろ、今からチャレンジするやつの秘密って。教えてくれ、太郎さんの秘密。彼女って実はポケモンのお腹に頭を乗せてお昼寝をしてるのさ。知ってた？知らなかった。気持ちよさそうだね、お腹ね。秘密なのか。まだなんか情報を集められるかな。 GP 溜まってきた。お、いくらドラゴンタイプが強くてもフェアリーの力でひとひねりよ。タイプでは勝ってるのに、太郎ちゃんはガキツバタくんに勝てたことがないんだって。あ、そうなんだ。アミアミコ、何、バラナツの枝を編んでね。バラナツの枝を編んでね、アクセサリーができるの。バラナツの枝をくれたら、バラナツブレスかバラナツリースを編んであげるよ。バラナツのなんとかって持ってんの俺。バラナツブレスはバラナツの枝が8本必要だけどいい？持ってんの？足りない。コースエリア歩き回って拾ってね。何なんだろう、気になるな。よし、じゃあ四天王チャレンジ行きましょう。ようこそコーストスクエア四天王太郎ちゃんのチームへ。なんかさ、四天王を呼ぶときの掛け声みたいなエリアによって違うから、今回どんな感じなんだろう、気になるね。ブルベリーグの挑戦者、太郎さんですね。そうなんです、名前が一緒なんです。 50BP 払うよ。
ありがとうございます。受け取り確認しました。ここここ太郎ちゃんおいでよ。今までで一番まともだった。はーい。太郎さん来てくれたんですね。ではではチャレンジ場に参りましょう。今回はどんなチャレンジが待ってるんだろう。フォーストスクエアへようこそ。いらっしゃいました。太郎さんのブルベリーグ参加反対しちゃってごめんなさい。法則的にイレギュラーなのも理由としてあるんだけど、太郎さんをリーグ部のゴタゴタに巻き込みたくなかったんです。とはいえ始まったからにはとことん楽しんでもらいますよ。私が考えたチャレンジはポケモンクイズです。ちょっと難しそうだな。ポケモンに関するクイズを5問出しますので、全問正解できれば合格ですね。全問正解？ポケモンクイズに挑戦されます？挑戦する。わかりました。ではでは準備しますね。どんなクイズが出てくるんだろう。あ、ピカチュウがいるよ。かわいい。第1問。はーい、みんな大好きピカチュウの登場です。それでは第1問。電気タイプのピカチュウは体内で電気を作り出すことで有名なポケモンですが、ピカチュウの電気は体のどの部分に貯められているでしょうか。正解だと思うところをズバリ選んでくださいね。こうなんか指の差し方かわいいね。え、あ、これで？かわいい。ほっぺたなんじゃない？あ、これなんかこうやって耳とか、口、足、手、目、ほっぺた。どうでしょう？正解。ピンポンピンポーン。ピカチュウはほっぺたの電気袋に電気を溜め込んでるんですね。つっつくとビリッとしちゃうけど、電気袋丸くて可愛すぎですよ。ではでは次の問題です。次なんだろう。今晩のこと俺わかんないよ。意外と大きい今晩、ふさふさキュイキュイで可愛い。それでは第2問。今晩は暗い夜でも体のある部分をレーダーとして周りを探知できるのですが、ポンパンがレーダーとして使っている体のある部分とはどこでしょう。この指さしてるのマジ可愛いんだけど正解だと思うところをズババッと選んでくださいね。はい、これ勘だけど、ここなんじゃないの。めっちゃ動くじゃんこいつ。触覚なんじゃない。え、触覚選択肢ないの。え？目？目？僕はどこ選べんの？口？足？俺ここだと思うんだけど。これじゃないの？選べないんだけど。早っ！あ、選べた！触覚。ここなんじゃない？え、違うんだ。惜しいです。そこもレーダーっぽいですけどね。コンパン倒れちゃった。ヒントは大きな？もう一度やってみましょう。え、じゃあ目？目ってこと？チャンスくれるんだね。最初からやり直しかと思った。ピンポンピンポーン。今晩は大きな目がレーダーとして働くんですね。私たちには見えないものも見えてるなんて可愛すぎですよ。ではでは次の問題です。ちょっと難しかったなぁ。クイズ疲れにお茶でもいかが？性別不明のヤバ茶3姉妹。それでは第3問。ヤバ茶が住処にしているティーカップは有名なアンティーク。でも、見せ物も多く出回ってて見分けがつきにくいのですが、この中に1匹だけ本物、
新作フォルムが紛れています。新作フォルムのヤバチャはどの子でしょうか。これ俺知ってるよ。裏でしょ。そこを見ればわかるんだよね。この子かな。なんかちょっとそこが見えねえな。下から覗き込ませてくれ。左の子はなんかない気がする。右の子は、あ、これなんじゃない。真ん中だと思うな。右の子ちょっとくるって回んない。むずい。あ、またいや、真ん中だな。なんかマークがある。新作持ってんだ、すごいね。ピンポンピンポン。新作フォルムのヤバチャはカップの底のマークが目印ですね。でも新作も贋作もどっちも可愛すぎですよ。では次の問題です。次なんだろう。メテノ、流れ星ポケモン。メテノいろんな色がいるんですよ。まずはこちらのピンクなメテノをよーく見ていてください。おい、みんなぐるぐるして。やばい、めっちゃむずいやつなんじゃないこれ。おお、最初に見ていたピンクのメテノはどの子でしょう。これなんとか終えた。この子だと思う。イエーイ。難しい問題出しやがるな。ピンポンピンポン。流星の姿になったのによく見分けられましたね。メテノはこれまで食べてきたもので色が違うの、かわいすぎですよ。あ、そうなんだ。食べたもので色違うんだ。こいつね、じゃあ桃とかさ、なんかピンクのものめっちゃ食ったのかな。では最後の問題です。来た、最後の問題。お、グランブル。あ、ピンクと聞いてグランブルがやってきましたよ。この子は私のポケモンでいつもそばにいてくれるんです。最後の第5問はこのグランブルから問題です。グランブルはおとなしくて繊細で可愛いポケモンですが、お昼寝の時私が枕にしているのはどこでしょう。おい、これはさっきさ、トレーナーが教えてくれた秘密の答えなんじゃない。あいつ、あんなところでこの秘密をバラしてていいのか。お腹でしょ。よっしゃあいつのおかげで分かった。ピンポンピンポン。私が枕にしているのはグランブルのお腹でした。寄り添ってると柔らかくってお互いすぐ寝ちゃうんですよ。以上でクイズは終了です。気持ちよさそうだな、昼寝するの。見事5問中5問正解ですので、太郎さんおめでとうございます。私の四天王チャレンジはクリアとなりました。やった。なんか優しいチャレンジだった気がする。一旦スクエアに戻りましょうか。四天王チャレンジをクリアしたトロさんは私と勝負することができます。どうしましょうか。このまま戦います。ちょっと待ちな。わかりました、お待ちしてますね。ちょっと準備しよっか。ポケモン出しちゃおう。ネリネの時と同じような感じで。あ、いいじゃん。なんかこの子が釣られてるポケモンって感じがする。あ、これやっぱさ、曲によって表情変わるじゃん、タロの。すげえな。ほら、寝てる。あ、これいいね。キューコンと寝てるよ。俺もちょっと寝る顔あるかな。ない。立ったまま寝てます。いいね。かわいい。もうこれもいいじゃん。ロトリーボを使った。かわいい。
よし、それじゃあ挑みましょう。いやー、めっちゃ勝てるか心配。どうします？私と勝負しますか？はい。はい。ではでは、位置につきましょうか。行くぞ。よいしょっと。この辺かな。改めまして、四天王太郎です。まさか他校の太郎さんがブルベリーグに挑戦されるなんて。正直驚きですけど、私、試乗を挟みませんので。私はフェアリータイプのポケモンを多く連れています。フェアリーってピンクだし、キュートで可愛いですよね。その弱点は、毒や鋼。ジュワーやカチカチは割と苦手。え、弱点教えてくれるの？あ、すみません。もちろん太郎さんならご存知ですよね。いや、今ね、相性表っていうの見てるから、なんとかわかってる。今回は私、本気でお相手しますので、いっぱい知ってもらえると思うんですよ。目が真剣になった。可愛いが最強ってこと。可愛いが最強。来ました。太郎が勝負を仕掛けてきた。エルフーンか。え、いきなりグランブル出すんだ。頑張ろう。今回は四天王としていつもの気持ちでいきますね。威嚇。じゃ、進化したオーロラちょっといきなりちょっとぶっ放してもらおうか。吹雪。フーパはとりあえず光の壁かな。おお、向こうも光の壁。一緒じゃん。吹雪。いや、光の壁のおかげでなんかエルフン耐えられたみたいな感じある。弱点を攻めるのは定石だけど、こっちも攻め返しちゃいますよ。怖い怖い。フーパー、光の壁。お互い光の壁っていう。炎のパンチ。いや、強っ。オーロラ、めっちゃダメージ食らっちゃったな。これ吹雪続けていいかな。吹雪、フーパはサイコキネシスにしようかな。多分エルフンは倒せると思うんだけどな。エルフン先に置かれたら困るな。いや、でもグランブルってか。追い風、追い風が吹き始めた。うわー、そういうことね。これで先動かれるってこと。でもエルフーンがめっちゃいい感じにさ、サポートしてんじゃん。倒しきれない。そうだなぁ。方言にするか。いけ、ほげほげ。ハイパーボイスでしょ。ハイパーボイスして、フーパは、エルフーンを倒そう。サイコキネス。ムーンフォース。時短だ。追い風めっちゃ強いな。ハイパーボイス、グランブル倒せ。よっしゃー。とりあえず一匹。じゃ、エルフーンさ、めっちゃ仕事してると思うんだよね。めっちゃ厄介だ。あいつから倒すべきだったかもしれない。サイコキネス。よっしゃー。エルフーンめっちゃ可愛いな。アシレーヌ。アシレーヌ。イアドーラン。かわいい。ホゲがちょっとさ、きついか。え、シャドーボール抜群なの？フーパに？ハイパーボイスかな。フーパは、サイコキネス。アシレーヌから倒したい気がする。お前もハイパーボス使うんかい。何？まさかノードスプレー。うわ、同じじゃん。
ヤドランもなんか面倒くさいことしてきそうな気がするんだよね。厄介そうな感じがする。冷凍ビームか。お前来んの？どうしよう。アシレーヌの攻撃でホゲがやられちゃう気がするんだよな。これお花に変えてさ、耐えるかな。やってみるか。それかホゲのターンでフープを回復させようかな。え、これをしたらフープ動けるの？動けるんだ。ちょっとこれでいってみようかな。クイックドロー、回復の薬を使った。フープ動け。氷が溶けた。解放者、お前めちゃくちゃ物騒じゃねえか。技がシャドーボール。え、めちゃくちゃフーパーにさ集中すんじゃん。攻撃強。わ、光の壁なくなったね。お互い、あ、追い風も止んだよ。これはチャンス。お花、こいつでちょっと倒しきりてえな。アシレーヌ倒せるかな。このままハイパーボイス行くか。お花は10万ボルト。ちょっとアシレーヌから倒したい。行け。うわ、ちょっと残ってる。ハイパーボイス行け。ナイス。倒しきった。ヤドラ何してくる？てか、ホゲが生きてんのがすごい奇跡だな。お盆の実で体力回復。サイコキネス。うわ、ついにホゲに攻撃が。ホゲホゲ倒れた。ここなんとかできんの。ユズはさ、今一つなんだ。じゃあサイコロでいく？サイコロいけ。魔法イップ。これはまた可愛い。ドリルライナー。サイコロで、ヤドラン。お花は、なんか魔法イップあんま早い印象ないんだよな。10万ボルト。ちょ、とりあえずヤドラン倒そうかな。ヤドラン集中攻撃するか。10万ボルトで。10万ボルト。お前引き寄せんの？やっちまった。あ、でも特攻が上がって逆にやっぱり最悪の組み合わせだった。あっちゃー。あ、そういうことあんの。めちゃくちゃやらかしてんじゃん俺。これやばいな。めちゃくちゃやばくない？いけ、ゆず。スターコンボを。お花はもうテラスタルして最高記念室ヤドラン。これで行ってみようかな。頑張れ。なんかお花は多分元気だからもうちょっと活躍できるけど、こいつテラスタルしないと耐えらんなくなっちゃいそうだもんね。スターコンボどんぐらいダメージいく？お、結構削ったね。倒せ倒せ。オッケー。ヤドラン倒れた。魅惑のボイス。うーわー、強。いや、めちゃくちゃやらかしたな。ドリューズか。そこ2対1ってやばくない？肩破り。あと2体か。でもこれドリューズは倒せそうな気がするんだよな。意外と素早いと言ってたけど、スターコンボでいくか。テラスタルハートに注目。もっと可愛くなれ。ドリューズを
スラスラすんの、もしや。うわ、これあれじゃん、タイプが変わるってやつね。いやー、そういうこと、そういうこと。おー、ま、急所ナイス。変なとこ当たっちゃった。そういうの良くないと思います。いや、救われたわ。あぶねー。ちょっと1対1じゃん。魔法一杯、お前何してくんの。デコレーション決まらなかった。これは勝てるか。スタコンボでいくか。いけ。おお、結構削るよ。魅惑のボイス、これいけるんじゃない。お前何すんの。食べ残し、食べ残しか。これは来た。スタコンボ、おりゃー、あぶねー。ちょっとサイコロとお花絶対一緒に出しちゃダメだわ。危なかった。悔しいけど可愛い。うちの子も可愛いやろ。太郎さん、太郎さん、私たちのポケモン戦ってたの見ました。もうほんと可愛かったですよね。これ選択肢与えられるの。可愛かっただったらそうだよね。だよね。これ太郎もって言ったらどうなんだ。これが一番気になるんだよ。太郎も。ブブー。私は今、ポケモンの話をしています。怒られた？太郎さんのポケモンたちもとっても、とっても可愛かったです。はぁ、こんなに可愛いの。二人占めはバチが当たりますね。みんなで集まって可愛いをシェアしちゃいましょうか。ポケモン出して写真撮る？もしかして。おー、すげー、ポケモン出てんじゃん。いいね。ポンパン可愛い。はあ、この写真永久保存版ですね。可愛いの証にこちらもお渡しします。お、魅惑のボイスだ。使ってたやつね。天使のような歌声で相手を攻撃、そのターン能力が上がったポケモンを混乱の状態にする。そういう能力だったんだ。本気で戦っても強かったです。太郎さんがこの学園でどこまで勝ち進めるのか、みんなと見守ってますね。よろしく。来るんじゃない、そろそろ。つばっさんが来るんじゃない。つばっさんが。残り1天皇だなって言いに来たね。おーす、未来のチャンピオン。もう四天王倒したのが3人目だ。お前絶対見てたやろ。すげえ、飛び越えて怖えよ。太郎は可愛い好きが高じてポケモン強くなってんだよ。好きだから努力を努力と思ってねえのがすごいのさ。ま、太郎も似たようなもんだろうけどな。強さを求めて周りも自分も犠牲にしちまってる。誰かさんには見習ってほしいぜ。カキツバタもスグリ君のこと心配してんのかな。そういや、タロってなんでかオイラだけ呼び捨てなんだよ。なんでだ？なんでだろう。兄弟みてえな才能間近で見せられたら、そりゃスグリのやつも影響されちまうか。さてと、残るラスト天皇はオイラかい。しんがりにしてくれたおかげでゆっくり準備できたぜ。それじゃ、頑張ってくれー。帰ってった。次はカキツバタだなー。いや、なんとか勝つことができたね。今回もちょっとやらかしがあったけど、
危なかったよ。回復させないと。だってもうこれボロボロじゃねえかっつってまたボロボロだよ。おめでとう、ありがとう。四天王太郎ちゃんに勝利おめでとう。ありがとうございます。ここポケモン出せるのかな。うわ、出せる、すご。ちょっとごめんね、前に出しちゃっておめでとうがめっちゃ映っちゃうんだけど。かっこいいな。はいということで、なんとか太郎に勝つことができました。次回はついにね、最後の四天王カキツバタですね。頑張ってやっていきたいと思います。勝てんのかな。お前そこで寝んなおいということで、今日のゲームはここまで。よければチャンネル登録、高評価、コメントなどお待ちしてますので、よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。可愛いポケモンいっぱいだったんで、パートで。バイバイ。